千日前通りは大阪府大阪市を東西に走る幹線道路の愛称。上本町6交差点付近を西方向に臨む区間は大正協交差点から新深江交差点までの約 7.2km。南馬交差点以西は大阪市道南馬境川線、伊藤は大阪府道702号大阪平岡奈良線のそれぞれ一部区間にあたり、今里交差点伊藤は 国道308号と重複する。上本町六交差点異性は、1912年に発生した南の大火による焼け跡の利用を呼び、幸町の南を東西に流れていた桜川の埋め立てによって、1915年に大阪市電9条、高津線が通る、福音12県の道路として誕生した。その後も大阪市電の付設によって東野市、 1925年に、上本町下味原町線が、下味府交差点まで、1927年に、鶴橋線が、今里交差点まで開通した。今里交差点伊東は、十大放射路線の一つである、不動大阪平岡線として整備された。大阪市電は、1969年に廃止されたが、翌1970年には、万博関連事業の一環として、 大正行東沈め上本町6交差点間が港町駅構内を除いて福音50メートルに拡幅された。現在の港町西交差点港町南交差点間に港町駅が位置していたため道頓堀川南岸へ迂回する12軒幅の未改良区間がその後もしばらく残っていたが1989年末の港町駅移転により解消されている。また、 上本町六交差点下味付交差点間は、福音40メートルに拡幅されている。塩見橋交差点、下寺町交差点間は、高架上に、阪神高速15号境線が通っている。また、塩見橋交差点伊藤の地下に、地下鉄線日前線、上本町六交差点伊勢の地下に、近鉄南波線、阪神南波線が通っており、 港町南交差点日本橋一交差点間の地下には地下街の南ンバーウォークが展開している。下味付交差点異性が主に片側三車線の六車線道路、伊藤が片側2車線の四車線道路である。南馬交差点付近から日本橋一交差点付近にかけては違法駐車及びタクシーの二重、三重駐車によって、鶴橋駅付近は違法駐輪によって車線が塞がれて、 渋滞がよく発生する。また、五サロの今里交差点は渋滞が慢性化している。御堂筋との交点、南馬交差点谷町筋との交点、谷町9交差点上町筋との交点、上本町6交差点天王寺区味府町付近2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。